日本ポンポンポン。さあ今日も始まりました、いいんじゃないの日本。日本中のいいものを紹介しております。今日はロケットストーブ、いいんじゃないの。イエーイ。今日は鶴岡市の池田さん宅でロケットストーブ3台で芋煮会をしております。イエーイ。自己紹介します。ヒロです。小松香織です。ケントです。サトコです。大井です。おいえ。いや今日は、2段のロケットストーブと1段のロケットストーブで、はい、ケント君何やったんでしたっけ。芋煮の他は、芋煮の他は焼き芋とか、うん、焼き芋、マシュマロを焼いたり、焼いたり、あとなんかちっちゃいのも焼いたね、なんか、うん、銀杏、銀杏、あと、佐々木さんにね、鮭もらったね、鮭の干物、うん、ねえ、ハマってましたね、鳥羽に。この、あれですか、芋煮計画を立てたのは、もしかして、ケントさんですか。はい、どんな気持ちですか、今日は。うん、なんか、こんな風にできて嬉しいなと思って。泣けてきますね。よかった。泣いてるのか笑ってるのか。子供は企画するっていいんじゃないの。さあロケットストフォーク、作ったはいいですけど、なかなか点火するチャンスがなかった。大江さん、はい、感想はどんな感じですか。感無量です。感無量。感無量いただきました。テールに感無量。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ皆さんもこんな楽しいロケストライフ始めてみましょう。はい、ロケットストーブっていいんじゃないの。